で、一応荒削りをした鋼材なんですけど、まあブレードつける前にちょっとここに穴を開けなきゃいけないんですよね。で、まあ何のための穴かっていうと、ハンドルを固定するときに、これシュナイダーボルトっていうのを使うんですけど、まあいろんな種類あるんですけど、これのこれ両側から挟んで、外側7ミリの内側5ミリっていうものを通しておいて、後で削るっていう作業が必要になるので、そのための穴開けで、あと、もう一個がこれ。ここにこう、パイプを通しておいて、紐とかを後でつけれるようにするための穴。で、これが一応、僕も持って前買ったやつで残ってるのが6ミリなんで、ここに6ミリの穴を開けて、こことこことこうハンドル固定の穴をまず5ミリのものを2箇所開ける。あとはまあヒルトつける時用の穴っていうのも2ミリここに1箇所ずつ開ける必要があるんですけど、それはちょっと後でヒルト作る時に、作るっていうかヒルトの場所を決める時に穴を開けます。で、前にパイプを通す穴を開けてみますか。こっちはね、もうちょっと開けますか。この辺ぐらいかな。もうちょっと前かな。26mm。で、穴を開けるんですけど、5ミリと6ミリの穴をとりあえず開けます。で、必ずこの開けるところの中心にポンチって言って。ドリル開けた時にドリルが滑らないように、ポンチでちょっと小さな穴を開けておいた方がいいです。そうじゃないと結構ね、滑っちゃいます。この辺かな、ちょっとずらすか。とりあえず穴を開けるんですけど、穴を開けるときにその物に対して垂直に、できるだけ垂直に綺麗に入ってないと、後でハンドルのボルト入れるときとか結構苦労します。なので、できるだけ垂直になるように、一応ボール板とかあると便利なんですけど、この安いボール板を今使ってるので、1万円ぐらいのすごい安いのを使ってるんですよ。1万2000円とかそのぐらいで買ったかな。まあ、ナイフ作るときに買ったやつなんですけど。で、これがこう、グッと押っつけると、これ自体がこうグッと下がってしまうんですよね。下がるっていうのは多分、ちょっと斜めになってしまって、穴が垂直に開かないので、こう
こういう。ちょっとだけ下に。まあ、こういうもので台をつけて、こう、こっち側が下がらないようにしてます。あとですね、つけるところに切削オイルをつけてあげて、でしょ。今ここに6ミリと5ミリの穴を2箇所ずつ開けたんですけど、これ今つけてるのは7ミリの刃なんですけど、あのちょっとだけ大きいやつで、あの穴開けたと必ずバリ出るんで、反対側にこう飛び出してこうちょっと出るんで、それを落としてあげるのにちょっとだけ大きいので、ちょっとだけこう表面削ってあげるとバリはきれいに取れます。めんどくさいですけどね。で、あとですね、この今これハンドルの部分の、まあここ正直何もいらないんですよね、ここって。で、焼き入れるとすごく硬くなって、焼き入れた後これ取れなくなっちゃうんで、ここ、まあ、こういう、まあ、無駄なところっていうのかな、のにちょっと穴を開けて、少しあのハンドルの部分を軽くします。これも中も本当はこう、きれいにくり抜ければ一番いいんですけど、それをやっちゃうと結構熱入っちゃうんで、とりあえず今こんな感じでバリを取ったので、ちょっと必要のないところだけちょっと削ります。